度あるベテランがやってまいりました。会場のファンも大歓声で迎えています。30分一本勝負を行います。青コーナーロキーオリジナルレスラーロキ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 ー赤コーナー頑張れオリジナルレスラー頑張れレフリータイガーハットリーロキー澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。あっと逆に丸めていった、肩が上がります。フロントに捉えます。肘を打ち込んでまいります。行くのか、コーナーに振って。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。腕をフックします。膝を使ってまいります。掴んだ、ヨーロピアンエルボー、蹴りをぶち込みます。掴みます、ストバックに突き刺さります。浴びせ蹴り強烈、掴んだ、クラシカルなエルボースマッシュ、掴みます、エルボーでブロック、掴んだ、かち上げ式で打ってまいります。打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。ロックアップ。お気をつけください。リング内に戻ります。己の強さのみをひたむきに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキッカンサブミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。掴みます、エルボーをかち上げます。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい勢いですね。いい攻めですよ。強烈なキックです。抱えます、容赦のないキック攻撃です。打ち込んでまいります。組みに行きます。フライングメイヤー、館内がどよめきます。キック攻撃を見舞います。エルボーを張ってまいります。腕を取ります。こういった地味なんですがレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、組み合います。逆に投げてまいります。ストロボ効果、フラッシュニングエルボー、エルボーを入れていきます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。引き起こします。腰を落とします。させません。バックテインキック、破れかぶれの一撃。リング下に降ります。リング下に降ります。組み合います。逆に倒します。腕を固めて変形の締めを見せてまいります。リング内に戻ります。ガードします。起こしてまいります。ハイキック側頭部、行くのか、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。
そのまま腕を固めていきます。ブレンバスターに取ります。強烈に打ち込みます。組みに行きます。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。あっと逆に腕を取った。腰を落とします。いやらしいステップキック。気合を入れてまいります。ローを打ち込みます。ブロックします。ローキック。脇固めに移行してまいります。掴みます。あっと逆に脇固めで切り返す。抱えます。パンチで返します。腕を捉えます。アームロックの体勢。抱えます。フロントガードスープラックスに転じます。ローを打ち込む。腕をフックした。させません。抱えた。あっと逆にパンチ。これはもう精神力で打ってますね。そうですね。一気に行くのか。引っ込むか。リバースで切り返した。バックを取って。危ない。ノーテンツーだか。さあこれは逃れることができるのか。これは入ってますよ。ジャンピングしてのエルボー。ドロップキックが突き刺さる。組み合った。逆に振り返した。2位を突き上げる。腕を回した。ブレインバスターで叩きつける。覆いかぶさって肩固め。頭を掴んでエルボーで切り返す。掴んだ。逆に蹴っていった。こめかめに入りましたよ。ノーズに響いたか。すごい音がした。に落とした。一気にスパークするのか。フェイント。リングに戻ります。フロントに捉えた。フロントからの投げに転じる。足音の字固め。プロレスのイロハを繰り出す。15分経過。首根っこをつかんだ。15ミニッツパース。ミミズバレになる逆
ガチッと組み合ったローリングクレイドルに持っていきます。ロープブレイク、いけるか。あと逆に返した。そのまま倒していった。ブラッシュミングエルボー、掴んだ。あと逆にキック、強烈なローだ。抱えた。あっと返した。フロントに捉えた。あっと逆にパンチ。ジャンピングエルボー、引き起こす。円錐切り、無重力状態からフラッシュリング起こした。トップロープを奪う。トップロープからミサイルキック、湧いてこい俺の力。抱き起こす。ローキック強烈、組み合った。あと逆に倒した。腕を固めた。本気のスリーパーか。小股に挟んだ。顔面蹴り上げる。ジャンピングしてのエルボー、気合を入れた。引き起こす。いけるか。正面から投げを見舞った。スモールパッケージで丸め。頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。
ンガン行け、頑張れ。本日のメインイベント、 GHC タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナーチャレンジャーチーム、エディトレスラー、赤コーナーチャンピオンチーム、270ポンドゴールデンハンマー、頑張れ、頑張れ、オリジナルレスラー、頑張れ、いけよレフリーマイティー、打ち鳴らされてまいりました。さあ桃田さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合お互いに負けるわけにいかないですからね、そのあたり注目じゃないかと思いますよ。なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、リング下におります。行くのか、お気をつけください。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。キックを打ってまいります。組み合います。逆に返します。スイッチしてまいります。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。引き起こします。顔面を狙ってまいります。ロックアップ、逆に振り返して、エルボーを入れていきます。掴みます。ハンマーを打ち込んでいきます。組み合います。逆に振り返した、腕を決めてまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。強烈に打ち込みます。起こします。意地を打ち込んでまいります。ここでタッチです。掴んだ、エルボー、掴んだ、ストマックへの攻撃であります。
行くのか。そのままグラウンドに持っていきます。ナックルを打ち込んでまいります。膝へのキックです。パンチで返します。腕を捉えます。ローを打ってまいります。させません。ゴーアンラリアット、ショルダーをぶつけていきます。フロントに捉えます。パンチで返します。腕を取ります。あっとエルボー、打ち込んでまいります。腕を捉えます。エルボー、あっとエルボー、組みに行きます。巻き投げで切り返します。ここでタッチです。腰を落とします。ハンマーが襲ってまいります。顔面を捉えます。エルボーを入れていきます。掴みます。で返します。腕を取ります。そのまま倒します。ストンピング、蹴りつけてまいります。蹴りをぶち込みます。掴んだ、肘を打ち込んでまいります。ブレンバスター、ブレンバスターで切り返します。マウントを取ります。マウントポジションからパンチを打ち込んでいく。させません。このポーズです。リング下に降ります。組みに行きます。逆に投げてまいります。掴みます。ストマックに突き刺さります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。スイッチしてまいります。蹴ってまいります。10分経過、ゴールを打ち込みます。10ミリッツパース。に回ります。あっと顔面から落としてまいります。スタンディングを取らせます。ロックアップ、ロープに振った、抱えます。
この辺りコンピューターが回ってますね。ちょっと読まれましたね。打たせません。蹴りを見舞ってまいります。あっとキャッチした。後頭部円錐、鋭いキックです。フロントからのキック、ラリアットものすごい、起こしてまいります。ウルネルソンに取ります。エルボーでブロック、バックドロップの体勢。今のスープレックスなんですが、いかがでしょう。いや、ちゃんとへそで投げてますよね。スープレックスはおへそに乗っけるように投げないとダメなんですよ。ああ、そうしますと今のスープレックスは合格ですか。そうですね。ライアット左腕、そのまま浴びせていった。キックを打っていきます。腕を取ります。エルボーを入れていきます。パンチを打ち込んでまいります。あります。掴んだ、ハイキック
バックに回った。あと逆に返した。起こした。STO。頑張れ！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、ケンタさん、オリジナルレスラー、いけよ。ケンタくん、赤コーナー、ケンタエディットレスラー、
レフリータイガーハットリー。ゲー打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。おっと逆に捉えた。バックを取ります。脇固めに移行してまいります。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。巻き投げで切り返します。スタンディングを取らせます。ショーダを磨います。組み合います。フライングメイヤーで倒します。高周波数の音が館内に響きます。ストンピング、蹴りつけてまいります。引き起こします。ランニングしたらエルボー、掴んだ。2位を突き上げます。行くのか、ロープに振った。ドラゴンスリーパーに移行します。ブロックします。己の強さのみをひたむきに追求する姿はまさにシューターといったところでありましょうか。得意のキックアンドサブミッション攻撃、その切れ味は今夜もますます冴え渡っています。顔面に小手を見舞います。掴みます。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。フライングメイヤー、ゴツゴツした鈍い音が響きます。ガードします。掴んだ。2位を蹴り上げます。ローを打ってまいります。起こしてまいります。掴みます。強烈なキックです。ストラングルホールドに移行します。掴んだ。膝を入れていきます。ロックアップ、返してまいります。かかとを振り下ろしてのキック、エルボー、ローを打ち込みます。ロックアップ、あっとそのまま投げてまいります。腕を取ってまいります。ロープに逃れました。膝へのキックです。
こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。掴みます。逆に返します。エルボーを入れていきます。コーナーに振った。ピンポイントのドロップキック。ラフサッポーに転じます。掌底掴んだ。膝を使ってまいります。アップエルボー掴みます。させません。ジャンピングしての膝蹴り強烈。ネックロックがっちりと入った。落とすのか。抱えた。バックを取って逆にバックに回った。決まり具合いかがですか。これはがっちり決まってますよ。エルボーを入れていく。いけるか。ブロックした。ローキック、かかと落とし強烈。腕をフックした。ボディスラムで叩きつけた。このポーズ。10分結果バットキャッチした。バックに回った。エンジン切り。膝を狙っていった。タイガースプラックス。カウント 2.5。 組み合った。あと逆に投げていった。抑え込んで。強烈ジャンピングキック。カウンター気味になりました。ブロック状況か。アキレス腱を決めに行った。ロープブレイク。抱えた。正面から投げを見舞った。もう気持ちだけで打ってますね。はい、起こした。スワンダイブのミサイルキック。抱き起こす。腰に手を回した。ジャガンスプレックス完璧。もう
かじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。監獄で止め、がっちりと決まった。掴んだ、五臓六腑に染み渡るキック。バックに回った、ジャーマー高いブリッジ。赤コーナーよりジャイアントロシュモフ入場。キャップマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー195センチ、140キロ、ガンガンいけ、バイソン、頑張れ、エリートレスラー、頑張れ。
コーナー、2m23cm、 200kg、 頑張れジャイアントロシュモフ、頑張れレフリー田山雅夫。今ゴングが鳴りました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。ハンマーを振りかざします。起こします。あっとそのまま倒します。抜けてまいります。行くのか、させません。顔面を狙ってまいります。ブロックします。ハンマーを打ち込んでいきます。ナックルを打ち込んでまいります。掴みます。ハンマーが襲ってまいります。顔面を捉えます。足を狙ってまいります。プロレス固定絵巻アイアンクローです。膝へのキックです。掴んだ、蹴ってまいります。まあプロとしては当たり前のことだと思うんですが、お客さんに見せる体を作り上げるために、本当にレスラーは極限まで鍛えますよね。ええ、まさに彫刻のような肉体を作り上げますもんね。はい。パンチで返します。組みに行きます。させません。ロックアップ、逆に振り返した。コーナーにプレスしていきます。全体重をかけて強烈に踏みつけます。ストンピング、蹴りつけてまいります。ここでタッチです。蹴りを見舞ってまいります。耐えます。抱えます。フロントからのキック、掴んだ、エルボーを入れていきます。組み合います。打たせません。キックを打っていきます。掴みます。キックで返します。乾いた音が館内に響きます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受け止めるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。腕をフックします。逆に投げてまいります。掴んだ、ハンマーを振りかざします。行くのか、ネックハンギングで締め上げます。ロープにブレイクしました。
ロックアップ、ヘッドロックで締め上げてまいります。ロープに逃れました。チョップであります。組み合います。逆に振り返して、コーナーに全体重を押し付けます。掴みます。パンチで返します。スイッチしてまいります。おなじみのポーズです。組みに行きます。返してまいります。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。掴んだ。こういう投げ技っていうのはね、僕はあんまり受けるっていう言葉は好きじゃないんですけど、下手にこらえると一番危ないんですよ。だからある程度入っちゃったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますよね。抱えます。あっと、逆に切り返した。こういうフォールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もフォールされるときついですよね。ああ、スタミナをロスするわけですね。スタンディングを取らせます。気合を入れてまいります。組みに行きます。あっと、返します。スイッチしてまいります。蹴ってまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。チョップがうなってまいります。抱えます。フロントから落としてまいります。往年の図式です。アイアンクロー、10分経過です。10ミニッパー。掴んだ。この辺りの攻防見逃せませんね。そうですね、お互い研究してますね。行くのか。さあ、粘着質激しいこのサブミッション、いかがですか。そうですね、スタミナを奪うにはいいんですが、これで決めるのは難しいんじゃないでしょうかね。あ、そうですか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを打ち込んでいきます。ボールに入ります。カウント2つで返してまいります。腰を落とします。させません。掴みます。逆に返します。掴んだ。キックで返します。掴んだ。ボディースラムです。エルボードロップ落としてまいります。引き起こします。打たせません。抱えます。あっと、リバースで返してまいります。ロープブレイク。フロントに捉えます。強烈に締め上げてまいります。ロープブレイクです。掴んだ。強烈に叩きつけてまいります。あっと、そのまま踏みつけ
つけてまいります。弓を引くナックルであります。鉄拳を見舞います。ここでタッチです。起こしてまいります。エルボーでブロック。ハンマーが襲ってまいります。組み合います。ここなんてクラッシュ。あっと踏みつけていく。抱えた。あっと逆にパンチ。バックに回った。小脇に抱えた。後頭部が悲鳴を上げる。バックトラップ。15分経過。15 minutes passed。 組み合った。あと逆に投げて全体重で踏みつけていった。爪がガッチリと入った。岩壁の母の胸に抱かれました。ここでタッチだ。いけるか。ロープに飛ばした。ずっと組み合った。巻き投げで切り返した。おっと鉄の爪。アイアンクロー。ロープブレイク。逆水平。ガジッと組み合った。あと逆に投げていった。首根っこを掴んだ。逆に蹴っていった。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい。エルボーで返す。弓を引くナックラロー。いけるか。巻き投げで切り返した。おなじみのサムズアップで何かを確信した。腕をフックした。リバースで返した。腕をフックした。ボディスラムで投げつける。強烈逆エビがたまる。ここでロープブレイク。ここでスイッチ。あっと返していった。フロントに捉えた。させません。組み合った。コーナーに振った。あっとコーナーに据え付けた。20分。膝へのドロップキック。 20 minutes passed。 エルボードロップ。強烈強烈キック攻撃。フィニッシュになるか。2カウント。
掴んだ。あと逆にキック、ガチッと組み合った。正面から投げていった。あっと踏みつけていく。ハンマー気味のパンチ、エルボー強圧、カウント 2.5。 まだまだです。組み合った、ロープリフター、いけるか。あっと逆に投げていった。さあ出たぞ、サムズアップ。組み合った、そのまま締め上げる。ハンマーを落としていく、全体重を乗せたエルボー。もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した、全体重を乗せたエルボー、水平打ち、引っこ抜きか。今よく切り返しましたね。今のはもう瞬間的なひらめきですよ。引き起こす、いけるか。ヤシの実割り、ココナッツクラッシュ、おなじみのサムズアップで何かを確信した。ロープに逃れました。ハンマーパンチ強烈、ショルダータックル、なぎ倒し、ストンピング、2位を落としていく、キック、鉄拳制裁、ナックルアロー、巻き投げで切り返した。おっと鉄の爪、アイアンクロー、組み合った。残り試合時間5分。おっと逆に投げていった。 5 minutes to go。気合を入れた、抱えた、強烈、